決勝戦だぜ。決勝の相手はアメリカか。先発の大谷しっかり抑えてくれよ。ベースボール決勝戦の模様をお送りいたします。日本の先発は右の大谷、対するアメリカの先発は右のマーキン。この両投手の先発が発表されています。さあ、歴史に名を刻むチームはどちらか。まもなくプレイボールです。世界一だ。ついに世界一の栄冠をそれでにつかみました。歓喜の瞬間です。元気だったか。4年ぶりだな。いけやボケ。いつものやつだな。これ、持って帰れ。世界一だぜー。見事世界一となった日本。本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。さあ、いつか。ライマルは転生しているか。もし転生していてこれを見ていたら、スカウトのモイネロと接触するんだな。日本、見事世界。ベストナインは3人だけか。少ねえな。MVP は岡本だぜ。打率かなり高かったんだな。大谷最多奪三振。ユーバンクの野郎もいるな。138年目のシーズン、オーダーを発表するぞ。1番センター、平野。2番レフト、大谷。3番ライト、鈴木。4番サード、岡本。5番キャッチャー、古田。6番セカンド、小久保。7番ショート、池山。8番ファースト、佐野。続いて投手陣。先発調子次第、藤浪。先発調子次第、荻野。先発調子次第、今中。先発調子次第、デッカー。先発調子次第、村山。先発調子次第、大谷。中継ぎビハインド、古本。中継ぎビハインド、前田。中継ぎ接戦時、大曽根。中継ぎ接戦時、浅尾。中継ぎ接戦時、真中。セットアッパー、草野。クローザー、伊藤。留学選手が帰国。二村ナックルカーブ覚えたぜ。これで4球種になったか。原もパワービーに乗ったな。見栄えはまだまだだな。二村はクローザー失格になったけど能力はいい感じ。留学で一皮むけたな。まだ若いしリリーフでの活躍に期待してるぜ。原はどれだけやれるか試してみるか。佐野が今年はイマイチだから佐野に代わってレギュラーか。チケットガチャの時間だー。ライマルの野郎まだ転生してねえんだな。ブラックの呼びかけに反応はなかった模様。いらんな。モイネロ頑張れー。ドラフト選手の能力。伊藤は二村より全然マシだけど4敗はあかん。後半戦しっかり巻き返すんだな。赤田は高卒なら全然いい能力。しっかりと成長しておくんだな。上村は赤徳がもったいないな。ミートを鍛えてどうなるかだな。今シーズンもこのお時間。今年の相手はロッテか。4連勝で決めてやるぜー。戦いが始まります。千葉ロッテマリーンズ対阪神タイガース、日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。
マリーンズの先発は期待の逸材鈴木、対するタイガースの先発は期待の逸材今中、以上の両先発。引き分け終了です。勝ったでー。日本シリーズ第2戦を見事に。鈴木よくやった。さて本日のヒーロー連勝だでー。日本シリーズ第3戦を見事に。また鈴木か。これは神ってる。これで王手だぜー。明日決めろ。さあ本日のヒーローは2名。日本一だー。見事天下を取りました。歓喜の瞬間です。330、331、332、333、334。初戦は引き分けだったが、その後は4連勝だったな。安定した強さを見せてくれたぜ。衰えてきたやつも増えてきたが、どんな成績を残したか楽しみだぜ。日本一までたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。見事日本一となったトラホー。連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。新守護神は決まったが、世代交代はまだまだこれからだ。有能天性はさっさと出てくるんだな。勝ちは増えたけど120勝には届かず。まあ衰退期だから多めに見てやろう。防御率は良くなったな。二村が守護神じゃなくなった分リリーフが改善したな。打率も良くなったぜー。原がどれくらい打ったか楽しみだな。原ダメだったか。まあ初一軍の年だったからよかろう。大原新人王だ。しっかり新人王は取ったか。岡本は小久保にホームラン王取られたか。 MVP は大谷なんだな。伊藤最多セーブおめでたし。二冠王の岡本より小久保の方が多いのか。原圧倒的だな。伊藤も頑張ったけどダメだったのね。沢村賞は村山だぜー。払いけるやん。能力の割に思ったより打ったな。国母は三冠王狙えるくらいの選手になってきたぜー。岡本が衰えてきているが、国母が岡本の働きをそのまましそうだな。大谷は今年は打率が低い年だったな。村山今年は特に頑張ったな。メジャーに行けなかった分ここで発散したか。伊藤は後半戦しっかり巻き返したぜー。新守護神合格だな。大谷は投げる方は本当に安定してるぜー。タイトルは少ねえが、投手野手の成績込みでの MVP か。おいこら、今年頑張ったのは就活のためだったのね。結局怒りの FA かよ。選手の契約更改。毛利は首。毛利本当にいい選手だったな。片平も首。今までありがとな。
稲田は引退。まだ能力はいいけど引退か。以上だ。ダルビッシュナイス。よかろう。ナックルだ。威圧感だな。さあいい転生戦士来てくれよ。見ていくぞ。こいついいな。特能も悪くないぜ。斉藤和美だー。斉藤か、高卒だし悪くねえかもな。活躍期間は短かったけどすげえ活躍だったからな。今後の先発ローテを考えたら全然ありだな。こいつ変化量すげえな。島内だー。ガイアは今はいらんな。能力も大卒にしてはイマイチかな。特能は結構あるみたいだけどな。ドラフト1位は斉藤だ。斉藤はかなり人気がありそうだけどどうなるかな。3球団競合か。島内は中日が一本釣りか。まあ余裕だろう。これだ。ふん、ナイスドラフト2位はこいつ。三球種持ちの高卒投手か。ドラフト3位はこいつ。あの変化量がすげえやつまだ残ってたのね。以上だ。さあ斉藤和美は楽しみだぜ。留学に出した後くらいから先発ローテ入りだな。しっかり2軍で育っておくんやで。武藤も高卒で3球種持ちだからこれから楽しみだな。リリーフで使えるかもな。こいつはあと1球種いるな。特能が良くなさそうだけどどうなるかな。島内は FA したらワンチャンかもな。しっかり育って出荷されるんだな。
大広瀬帰ってきたか。広瀬か。能力はまだいけそうだな。メジャーでも3割打ったのに帰ってくるんだな。最後は2本でって決めていたのかな。うちは外野はいるが取ってやろう。平野も衰えてきてるしな。メジャーは楽しかったか。最後はうちで終わらせてやろう。年俸は退職金を含めて10億。年齢が年齢だから単年契約だ。一応開幕スタメンは保証してやる。そこにサインしたら帰っていいぞ。広瀬お帰りだぜー。広瀬はメジャーではまあまあの活躍だったんだな。打率と盗塁は悪くない感じだな。そして援護はなし。さあ FA だぜー。村山怒りの FA。 こいつを出すわけにはいかねえな。成績はいまいち。いらんな。まあ普通だな。守備力高えな。成績は悪くないな。チケットか。いらんな。キムガサやんけ。ここでキムガサか。岡本の保険として取っておくのもいいかもな。岡本も衰えてきてるしな。交渉はキムガサと村山だ。お前は岡本の保険として取ってやる。年俸5億の4年契約だ。しばらくはスタメンでの出番はないだろうが、日本一になりたいなら来るんだな。そこにサインな。メジャーに行けなかったから怒りの FA か。それとも本音は金が目的か。年俸10億の5年契約。背番号もそのままにしてやる。5年後ならポスティングも認めてやろう。この条件でいいよな。村山残留だー。キムガサよろしくだぜー。故障で古橋を取られたがまあよかろう。あらま。古橋オリックスに行っても頑張るんやで。まあうちより出番は間違いなく増えることだろう。ベンチ首か。また首になったのか。こいつ能力悪くないのにな。てかなんで使わねえんだよ。ヘイズ変えるのか。お前はまだ使えるから返さねえぞ。亡命失敗。ポンセモか。お前もまだうちで確保だ。こいつも変えるのね。お前はもう帰っていいぞ。アトウッドは解放。今年はかなり拾われたんだな。留学は伊藤と中島を。メキシコリーグだ。藤波も結構衰えてきたな。さあ今年はどんなオーダーに変わるかな。原が思った以上に活躍したからな。これで佐野から原への世代交代は完了。
FA で衣笠も取ったし岡本の後釜も心配はいらないだろう。続く。